空軍再選人上級総長は、アメリカ空軍の菓子館の特殊な階級。この階級は、統合参謀本部再選人可視館が、空軍から任命されていない限り、最高位の空軍可視館である。空軍再選人上級総長は、アメリカ合衆国政府と市民に成り代わり、空軍を適切に導くための最高級の、統率力を有していることが必要であり、 空軍参謀総長によって指名される。空軍における再選任可視官として空軍参謀総長及び空軍長官に対し空軍の指揮、即応状態、福利構成などすべての諸問題や可視官の適切な活用と教育についてベテラン可視官の立場で助言を行う。現職者はジョアンヌバス空軍再選任上級総長で 2020年8月14日に、カレス、ライト空軍最戦人上級総長の後任として、第19代空軍最戦人上級総長に就任した。空軍最戦人上級総長は、歌手官であるが、式典に参加する場合は、すべての中将より上席として扱われる。また、空軍全体においては、 空軍参謀次長ホタル中将を除く、すべての中将よりも、上席として扱われる。2004年11月1日に、空軍再戦人上級総長の階級賞が変更され、階級賞中央に、アメリカ合衆国の紋章であるワシと、その左右に二つの星が追加された。この変更により空軍再戦人上級総長の階級賞は、 陸軍最専人上級総長と海兵隊、最専人上級総長の階級賞と共通するデザインとなり、空軍の最専人歌士官として見分けがつきやすいようになった。なお、下部の月景冠と星の紋章は、これまでの空軍最専人上級総長が築いてきた遺産を象徴するものとして変更はされなかった。空軍最専人上級総長は、 制服の襟に特別な気象を着用する。伝統的に空軍に所属する航空兵は制服の襟に銀色で US とあしらわれた気象を着用するが空軍最先人上級総長のものは US を囲み込むリースが月経冠となっている。また空軍最先人上級総長は西防にも独自の気象を着用する。通常、 空軍に所属する航空兵の聖望にはリングで囲まれたアメリカ合衆国の紋章のデザインの銀色の気章を着用するが空軍最戦人上級総長のものはリングが月経官となっている空軍最戦人上級総長のほかに統合参謀本部最戦人化士官陸軍最戦人上級総長宇宙軍最戦人化士官はアメリカ軍において 召喚以外の軍人としては、唯一、独自の旗が制定されている。これらの旗は、共通して、半分の部分は白地であるが、残りの半分は、それぞれ独自の色を採用している。なお、空軍最先人上級総長の旗が、制定されたのは2013年1月であった。空軍最先人上級総長は、多くの場合、クムズフと略して表示されるが、 正式な場合は、チーフマスターサージェント・オブ・ザ・ヤー・フォース、または、単に、チーフと表記される。空軍最先人上級総長は1967年に設置されたが、同様の制度は、アメリカ統合参謀本部、陸軍、海兵隊、海軍、宇宙軍、沿岸警備隊、州兵総局にも整備されている。ありがとうございます。